警察が家宅捜索に入ったのはヤク町にある養豚業者日本クリーンファームの道南事業所ですこの事故ではヤク町の食肉加工場に豚を運んでいた日本クリーンファームのトラックと函館行きの高速バスが衝突し5人が死亡、12人が重軽傷を負いました警察は梶谷誠さんが運転するトラックが何らかの原因で対向車線にはみ出したとみて 過失運転致死傷の疑いいで調べています会社側はジ谷さんの勤務体制や健康状態について問題はなかったとしていますが警察は資料など段ボール3箱を押収しジ谷さんの勤務実態や運行記録などを調べるとしています。